来ました。これが富士山豆腐の本格麻婆蒸しでございます。こんな感じですね。ちょっとね、編集で分かりやすいように見えておきますけども、今回4種類の、はい、当チャンネル名物断面チェック。なんとなくね、雰囲気ではお分かりかと思いますが、本日は松屋さんに来ております。こんな感じでスタート。皆さんこんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師の食です。まずは乾杯ですね。乾杯。やっぱスーパードライですね。なんとなくね、雰囲気ではお分かりかと思いますが、本日は松屋さんに来ております。こんな感じでスタートしております。はい、単品ポテト、これはごまドレッシングをかけて、牛皿のミニでございますね。はい、牛皿のミニには、紅生姜と、七味ですね。うわ、結構大きい牛肉が入ってる。最高でございます。はい、いつもご紹介しておりますね、単品ポテトにごまと。うまい。これでね、これで720も飲めるんだからね、お手軽ですよね、飲みすぎにとっては。さてさて、そろそろちょい飲みタイム終わりですかね。今日のね、目的なんですけども、2022年11月の15日から新発売されます富士山豆腐の本格麻婆飯というのを食べに来ました。来ました。これが富士山豆腐の本格麻婆蒸しでございます。こんな感じですね。ちょっとね、編集で分かりやすいように見えておきますけども、今回4種類の新商品が出てまして、富士山豆腐の本格麻婆蒸し、富士山豆腐の本格麻婆コンボ牛蒸し、富士山豆腐のごまだれ麻婆蒸し、富士山豆腐のごまだれコンボ牛めし、この4種類が出ておりますので、ご確認ください。まあね、最初にね、情報で知ってて分かってるんですけど、この豆腐1個が丸々乗ってるこのスタイルはちょっと斬新ですよね。面白い。はい、それではいただいてみましょうかね。この真ん中はね、お豆腐がその松屋の企画の一丁が入ってるんですよね。まあ大体世間でいう半丁ぐらいですね。さあ、それでは、ほんでね、松屋のお豆腐すげえ柔らかいんでね、もうサクッといけますね。あ、まず麻婆ソースだけ食べてみようかな。
麻婆ソースだけ。美味しいこれ。ああ、結構ピリ辛で味噌の味が濃くてうまいっすね。こういう感じですね。ちょっとね、塊の豆腐があるっていうところが普通の麻婆丼と違いますよね。いただきます。豆腐が熱くて味がよくわかんない。これね、多分潰しながら混ぜた方が美味しいと思う。あ、うまい。うん、わかりました。豆腐はね、塊でなしに潰しながら混ぜてください。はい、当チャンネル名物断面チェック。これ見ていただいたら分かるんですけど、ご飯にタレが染み込んでるわけではないので、混ぜながら食べることが非常に重要です。豆腐もね、カットされてないので、まあ、このカットしなかったりそういう手間を省くことでこの500円のワンコインをね、実現してるんだと思うんですけどね。うん、味は美味しいですよ。はい、渾身の力を込めて完全に混ぜました。こんな感じですね。こんな感じにして食べるのが正解だと思います、この商品。うん、美味しい。辛みもありますけどね、やっぱり非常にね、山椒が効いてて美味しいですね。こういう感じで完全に混ぜるのが正解だと思います。うん、これね、まあ、ちょっとやらしい話するんですけど、ワンコインで仕上げてくれるって僕ら消費者もすごくね助かるんですけど、多分ね、松屋もこれ利益商品なんですよ。例えばライスって単品で160円なんですよ。冷ややっこも単品で100円なんですよ。つまり260円では要は利益ができるように出るように設定されてるんですけど、麻婆ソースを足すことによって240円がプラスされて500円になるわけでね、結構高利益商品だと思いますね。そう、さまでした。まあね、新しいスタイルの新商品ということで、ワンコインで、まあ、仕上げたということで、まあ、ある程度そのお客さんに豆腐を潰して混ぜていただくとか、その辺の、まあ、手間のカットとかも、ね、工夫されてるとは思います。私の商業評価は三角の上でございます。では、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。